最初大学行ってプロになる想像がなかったから、そんな乗り気じゃなかったというか、就職を目標としてサッカー部に入ってきてる人も、教えてジャック先生。はい、ということで今回も岡崎選手に来ていただいてます。よろしくお願いします。じゃあね、前回までで、ユースまではもう湘南ベルマーレ、で生粋の湘南の選手、最終的にはプロになるわけですけど、そのユース以降ですね、高校卒業してから実際そのままトップチームに上がれたのかどうかというところも気になるところなんですけど、実際その後どういう形で進路進んでったんですか？そうですね、僕の場合はユースまでは上がれて、割とトントン拍子というか努力ももちろんしてるけれども、そこでユースでトップ昇格ってなった時に上がれなくて、プロにはなれなかった。そこでもうプロにはなれません、でもはっきり言われて、高校3年の時、高校3年の夏、実際トップに上がったのって何人いるんですか？僕の代は1人で、1人、はい、渡なんですけど、あ、遠藤渡選手、渡とユース高校から一緒にやってて、トップにこういきなりこうバーンって上がるわけではなくて、高校生のうちからこう練習参加だったりっていうのを結構繰り返してるんですよ、その中で多分見極められていくんですけど、それは割と全選手全員ではないですけど、例えば人数いなくて呼ばれることもあるし、それもチャンスだと思うし、向こうから見たいからトップの練習してくれっていうこともあるだろうし、それの中でこう2ぐらいから徐々に練習参加トップとし始めて、こうどうなるんだろうっていう瀬戸際を1年弱ぐらい。どうでした、その時の気持ちというか、自分はいけるんじゃないかとか、そういう手応えとかはどうだったんですか？正直手応えっていう感覚はなくて、当時はやっぱユースだったんで、トップと練習するのが緊張だったり。そうですよね、もうプロとやるわけですもんね。全然違うなっていう感覚が当時あって、今プロになったじゃないですか、たまにユースから練習生上がってくるじゃないですか、どういう風に見てるんですか？当時の気持ちが自分は分かるから、すごい優しく接してます割と当時やっぱ怖い選手とか、やりすぎな感じですけど、結構厳しく当たられたりっていうのは全然高校生年代にもう結構あった。それは口調も厳しいし、プレーも激しくとか、まあ当然なんですけど、まあそうですよね、全然そういう中でやっぱ、まあ、嫌だなって思う時行きたくないなって思う時もありましたね。やっぱそうですよね、見ててあ、まだまだだなって思います。俺が参加してた時より全然普通に やれてるなっていう、今の子たちはビビらないというか、そういう感覚はなんか持ってるのかな。やっぱ物怖じしない選手が増えてきて、増えてきてますね。やっぱしっかり多分自分に自信があって来てるなっていう感覚はすごいですね、あるんで、もちろんその自信だけじゃ、プロになれるかって言われたら別の話ですけど、そのやっぱでも練習参加した時に自分の力を出せるっていうのはすごいいいことだなと思う。実際岡崎選手はそこでプロに行けなかったじゃないですか、その後どうしたの？その後も本当に自分高校までこう湘南ベルマーレトップに上がるっていうあれしか考えてなかったんですよね、だからもうここでサッカーが終わるのかなって思ったんですよ。まずプロになれないって言われて、あ、じゃあ終わりかと思って、その時大学サッカーのことをあんまり知らなくて、もうそれしか考えてなかったですもんね。プロは18歳でなれなかったらもうなれないんだと思って、リトライじゃないけど、そういうのもないのかなって思ってて、そしたらその大学経由でプロにまたなれるっていうことをこう教えてもらって、大学が何個かこうサッカー部があるところ推薦来たんですか？声かけてもらって、最初大学行ってプロになる想像がなかったから、そんな乗り気じゃなかったというか、絶対こう大学行って戻ってきてやろうみたいな、今多分結構流れもあるし、どっちかで言ったら隣でこう渡ると一緒にやってて、渡るは多分もう高3から出てたのかな、 J リーグに出てて、渡るがこうバーって行って、あ、こうやってプロになって試合出てくんだっていう感じも見てるから、大学でじゃあどう何するんだろうっていうのは、その時も、そうですね、はい、その大学のサッカー部自体は全員が別にプロを目指してるわけでもそうなんですよ、ないってことですよね。大学は大学で面白いのが、プロになるために来てる人はもちろんいるけど、なれなくて大学進学してサッカー続けるってことですよね。と同時にこう就職を目標として、サッカー部に入ってきてる人ももちろん
いるわけで、はい、人数も僕の大学の場合は多かったです。一学年25人か30人ぐらい。岡崎選手の行った大学ではプロを目指す選手もいれば、普通にもう就職4年間サッカーやりきったら就職するっていう人もいたってことですよね。はい、面白いですね。中央大学ですよね。中央大学はプロはそれまでは何かいました？中村。ああ、そうかそうか。レジェンドで結構もうプロの人もいっぱいいるし、うん、じゃあ道としてはそういう道辿っていけば、ね、うん、プロにはなれるんだっていうのはなんとなくでしかでもイメージを持てないってことですよね。なんとなく、いや本当になんとなくになりました。一回こう今までがむしゃらに頑張ってきたここまでみたいな感じで言われた気分だったんで、うん、もう結構、まあ、ある意味挫折ですよね、はい、そのもうゼロの気持ちに逆になれたというか、はい、今までなるほど、そこでフラットに逆にまた大学で新たなもん、うん、まあ、そこからまた全然違う価値観と全然違う教えそうですよねの選手たちと一緒になったことによって、まあ、自分がやってたこの練習だったりとかその細かいこと言ったり筋トレとかストレッチとか全てが別に常識じゃなくなるわけで、はい、そうなった時に逆になんか自分は面白いなと思って、またゼロの自分から始められるなっていう感覚、大学1年の時は。でも大学1年の頃のサッカーって結構楽しかったんじゃないですか。楽しかったです。でどう思えるかなんですかね、うん、教えとしてはあれですよね、その指導方法も別にみんなをプロにするって今までのベルマーレの、ね、アカデミーではない教え方になるから、ちょっと違う目的でのサッカーにもなるんじゃないですか、そのチームとしては。大学サッカーは本当にサッカーを教えてもらう場ではなくなるんで、監督とかいるけど練習でこうした方がいいとかも言われないと思いますし、自分で考えて試合に出てる人が注目されてスカウトされてまたプロに行くっていう感じの世界なんで、大学サッカー。そうなんです、ね、だからみんなにこのプレーをしなさいって強要はないんですよね、大学サッカー。多分個性を生かせじゃないですけどっていう感じだったんで、僕の大学は自分でその自分の良さだったり勝負するところを見つける場所だなと思って。じゃあ岡崎選手としては1年生の頃にもう一回そういうリセットされて全く別のサッカーをやるってなった時に、そのゴールはやっぱりプロをもう一回目指そうっていう気持ち最初からなったんですか。大学1年の時に大学4年生とかがこうプロに行くかどうかの感じを見るわけじゃないですか、はい、ってなった時にやっぱり1年ながらにやっぱ4年生との差がすごいあるなと感じて、まあ、それがプロとの差だなと思って、だから大学4年生ってもうほぼ出来上がらなきゃいけないから、はい、プロ入ったらそのまま絶対即戦力で出ないともうその先はないっていう感じだったんで、そこでまたやっぱ1年生の時まだ高校ちょいだから、そこで自分が上がれなかった理由っていうのもなんとなくそこで分かったというか、もし上がれたとしても今のままじゃ出れなかったなっていうのもその時分かりました。逆に4年生を見て、はい、その4年生のレベルと遠藤航選手のなんかこうレベルってそういう感じたりしました？その一緒だなとか。航に関しては一緒にやっててすごい思うのが、どこのカテゴリーに行っても同じプレーができるというか、プロの練習だからってすごいいいプレーばっかするかっていうわけでもなくて、ユースとプロの練習も同じように同じレベルでできるのがすごいなと思って、例えば年代別代表行ってもそうだったし、なんかそこが渡るの一番長けてたところなのかなって俺は隣で見てて思うところ。すごいですね。ちゃんと考えてやってるからゆえに適応能力が高いって相当高いと思いますね。実際ドイツでもすごいですもんね。本当自分のプレーすぐ多分出れる、出てできるじゃないですか、うん、いうのが繋がっているのかなとも思います。